はい、本日紹介しますのはバンダイから発売ムービーモンスターズシリーズゴジラ1954、言わずと知れた初代ゴジラですね。見てください、この顔、初代ゴジラの不気味さがよく表れてますね。このギョロッとした目つきも最高です。もう本当芸術的、見てくださいこの全身フォルム。はい、これね本当にもう綺麗ですね。でこれ頭の上なんですけど、白いですね、頭部が白い、どうなんですかね、まあ、初代ゴジラモノクロの映画なんで、まあ、色合いとかよくわからないんですけど、初代ゴジラ実は赤かった説もありましたけど定かではないですが、これまあ尻尾から、背中にかけてなんですけどね、背びれも、白く、塗装されております。美しいですね。もうあのモノクロの、映画の中にゴジラが放射能を吐くときに、ね、あの青白く光る背びれね、もう本当に、映画の一場面が思い出されますが、これ下から撮りました。まあ、下から撮ると、真っ黒ですけどね、足の爪まで黒いっていうね、ここの辺はまあご愛嬌でしょうね。はい、ではチャンネル登録お願いします。